めちゃくちゃいい飼育水なんですよ。どうも、おでこ TV の朝日でございます。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おでこ TV のおでことは長野県のね、一部の方言でございまして、お手伝いとか、助手という意味合いがございまして、まあ、皆様のね、アクアライフのお手伝い、助手役、おてこ役にね、なればと思って、動画を配信しているものでございますので、よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。毎日配信しておりますね。はい。それでですね、本日はね、こちらのね、45センチ水槽。こちらはね、いろいろあった水槽なんですよ。で、こちらをね、リセット、レイアウト変更していこうかなと。リセットしてレイアウトを組み直していこうかなと思っております、うん、1個の水槽、私ね結構1個の水槽に対して1つずつ何て言うんですかね、目標を持たせてたりするんですよね。大体ですけどね、まあ、この水槽、まあ、この水槽とこの水槽はもうとにかく長期維持、しかも水替えをしないで長期維持するとかね、まあ、こちらに関しては、1年以上、はい、私水替えしてない水槽です。こちらもう半年以上、まあ、こちらもそうなんですけどね。はい。とか。うん。あと、これは、ろ過も停止してるって水槽ですね。これはろ過を停止していたり、あと、こっちは、レッドチェリーシュリンプを爆食させようっていう水槽と、まあ、あとはね、アルカリ性に傾けさせている水槽だったり、はい。あと、金魚水槽は今、現在進行中で、生物ろ過、ね、生物ろ過に関してはある程度水ができれば、フィルターの依存度は低いんじゃないのかというのを調べて、こっちも今無ろ過にしているような、はい、まあいろいろやってるんですよ。まあいろいろやってる。1個の水槽に対して、目標をつけて、でそれをまあ長期的に見ていくっていうようなやり方をやっていまして、はい。でこちらの水槽もね、何かその目標もね立てていこうかなっていうふうに思っておりまして、うん、で今までね、今何個か紹介しましたけど、どの水槽も私大体初めは底面フィルターで立ち上げています。それぐらい底面フィルター大好きっ子、だったんですけれども、動画をね私投稿し始めて今月で1年経ちましたんで、今年はいろんなフィルターを使っていこうということで、まあいろいろやっています。はい。で今回ねこれ、うん、ちょっと暗いですけど、はい、こちらの水槽に使っていこうかと思っております、うん、でここにいる生態はね結構水を汚すんですよ。まあこんなぐらい、まあ、動画あげましたけど、こんなぐらい汚すんですよ、ね、だからとにかく干渉のレベルを上げると、綺麗な水槽、水質も良くて綺麗な水槽を目指していくと。しかもこういった低価格のねフィルターで管理していこうっていうようなちょっとねやつをやっていこうと思うんで、で苔も生えずに綺麗な水槽を目指すという、はい、そういう目標を立てていこうと思っております。んで、リセットをとりあえずしていくんですけれども、私のポリシーとして飼育水って大事なんですよね。でこの中にある飼育水ってめちゃくちゃいい飼育水なんですよ。本当に水替えももう本当に何ヶ月もやってないやつなんで、でこの水を捨てちゃうのはもったいないんで、まずはこの飼育水はそのまま使い回します。はい、使い回します。ちょっとそれで、はい、やっていこうかなっていうふうに考えております。アマゾンフロック、まあそりゃこんだけ水草がありゃ水質いいわけですよ。うん、いいわけ。ああでもやっとなんか一旦これでこれに入れて沈殿して下上積みを使うって感じですね。
はい、ということで、1時間ぐらい経過しました。ちょっとねざっくり水替えからリセットのね流れを動画にしたと思うんですけれども、一応飼育水はね半分、まあやっぱ石とかソイルとかもね結構容量あったんで、全部入れたら半分ぐらいしか飼育水ね残らなかったんで、半分は、水道水を入れています。うん、パケフィルターはドノーマルにしてあります。うん、新品のドノーマルなんで、まあその飼育水の半分だけで水質が悪くなるのかっていうのもちょっと見ていこうかなっていうふうに思っています。あとはまあレイアウト的には中央に配置しているような、形で、ソイルは使わずに、須藤のボトムサンドを引いています。なんで印象としてはちょっと明るいかなということで。うん、で、まあ、須藤のボトムサンド引いたなら、コリドラス買いたいんですよ。私、こんだけ水槽持ってて、コリドラスいないんで、ちょっとコリをちょっと、デビューしようかなっていう感じにします。はい。あとは、このオデッサバルブが結構ね、強烈にね、なんですよ。動きとか。とにかく暴れん坊将軍なんで、この将軍たちをちょっと黙らせる、なんかもうちょっと大きい個体の魚を1匹か、それとも同等のこれぐらいのやつで、やっぱ動きの速い魚たちを入れるかね。うん。なので生態としてはそこら辺を狙っています。うん、あとはまあ、フィルター1個で、でしかもノーマルで、水質をね、水質をしっかり作って、で透明度も上げて、観賞にね、観賞としてもあいい水槽だなみたいな、うん、そういったのをね、そのレイアウトだけじゃなくて観賞としてね、レベルの高い、水槽にちょっと持っていければなっていうふうに思っています。まあちょっとまだね、ざっくりやってしまったんで、まだこれで完成じゃなくて、そうアクアリウムはね、立ち上げた時はまだまだなんですよ。立ち上げてから徐々に完成に持っていくと、はい、そういうものなので、これから徐々に仕上げていく、はい、少しずつ時間をかけて仕上げていくと、そういうことになっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと駆け足気味のこのリセット、うん、まだオデッサバルブもなんか関係分かっちゃって、なんかすごいおとなしいんですけれども、はい、まあ、こういうのも見れるのもまたいいかなと思っております。ということで、ここまでになります。チャンネル登録まだの方、新しいリセットっていうのはまたちょっとね気分が一新していいですよね。この水槽、今言った目標、はい、コンセプトのもとにどこまでやれるのか、続きが気になる方はぜひ朝日のおてこ TV チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと今回の動画良ければグッドボタン、悪ければバットボタンお願いいたします。あとコメントどんどんお待ちしてますので、そちらもお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ